地図中の着色されている部分がエイヤーフィヨルズルである。夏のエイヤーフィヨルズルエイヤーフィヨルズルを挟んだ南東方向の様子。エクスナダールス平地道の西出口より、エイヤーフィヨルズル、エイヤーフィヨルドはアイスランド中北部にあるフィヨルド。中北部では最長のフィヨルドである。この周辺はレイキャビーク周辺に続き、アイスランドで2番目に人口が多い地域となっている。 この地名は湾内にフリース島という大きな島があることに由来する。エイヤ・フィオルズルは細長く遠浅で湾口から湾王まで約6 0トルの奥行きがある。幅が最も広くなっている地点はフィオルドの湾口にあたるそれぞれシュグルネース、ギョーグルタウと呼ばれる地点の間で幅2 5トルとなっている。しかし縦に長く伸びたフィオルドの大部分では 通常6から1 0トル幅となっている。二つの小フィオルドが、エイヤフィオルズルの西側から枝分かりしており、それぞれオーラフスフィオルズル、ヒエジンスフィオルズルと呼ばれている。エイヤフィオルズルは、両岸を丘陵や山地に囲まれているが、西側のトロトラ半島にある山地のため、西岸の方が東岸よりかなり高い。フィオルドの外側の部分では、 急勾配の丘陵がまっすぐ海へと落ち込んでいるため、岸に沿った定地がない。フィヨルドをさらに南に下ったところでは、両岸に沿って細長い定地が存在している。この定地は、西岸側の方が、より広くなっている。何本かの谷がエイヤ・フィヨルズルから続いている。その多くは西側にあり、代表的なものは、ヘルグアウルダニとスバルバーザルダニの二つである。ダールスミンには、 エイヤフィオルズルの東側にある唯一の谷である。しかしながら、エイヤフィオルズルにある最大の谷は、フィオルド部から南へとまっすぐ伸びている谷であり、この谷もまた、エイヤフィオルズルと呼ばれる。それは、長く幅広で、アイスランド最大の農業地域の一つが存在している。湾には多くの川が流れ込んでおり、代表的なものにエーヤフィアルザル川、フニョースク川、ヘルグ川がある。 湾の中央にあるフリース島はアイスランド沿岸にある島々の中で2番目に大きい島でありエイヤフィオルドの真珠と呼ばれることもある。アークルエーリ、エイヤフィオルズルの西岸より望む。2007年11月朝撮影。エイヤフィオルズル地域は南西アイスランドにあるオーレイキャビーク県に次いでアイスランドで2番目に人口の多い地域である。 この地域の総人口は、2008年の時点でおよそ2万4千人で、あるにある同盟の町とグリムス島を除く、それらの地域はしばしば、エイヤ・フィオルズルに関連付けられるが、地理的な意味では所属しているとは言えない。最大の町はアークルエリであり、この地域の他の町に比べ群を抜いて大きい。他の集落には、ダールビーク、オウラフス・フィオルズル、フリース島、アウルス・コーグス・サンドゥル、 オイガネス、ヒアルトエーリ、フラプナギル、スバルバルズスエーリ、グレーニビークなどがある。これら集落のほとんどが漁業や農業で生計を立てているのに対し、アークルエーリは産業の中心地であるだけでなく、現在成長中の大学がある町でもある。ありがとうございます。